カトリセンコ発祥の地、アリで、カトリセンコの大量生産に、日本で初めて成功した、ライオンケミカル株式会社。その歴史と歩みは、今なお、皆様の暮らしと共とに続いています。ライオンケミカル。 はい、今週もですね、今月もですね、ライオンケミカルのミキさんにお越しいただいております。こんにちはどうも。こんにちは。ありがとういいいダボはい。先ほど雪が待っておりましたが。ね。ミキさん痛いですね。寒いのはどうですか？大丈夫なんですか？なんか強そうな感じって言われますよね。でもね、あの峠越えてくるの f いてなかったですよ。そうですか。帰れんかったらまた。 誰かんち止めてください。<laughs> 誰に向あのーね、<laughs> <はい S 1> 韓国の方ではね、ピョンちゃんなんか、もう氷点下や言ってますけども、ね、そうですよね、まあ日本も今、西日本も寒いね,ね,<ー>ね、寒い、寒い言うてますけれども、もう殺虫剤シーズンが間近い言うてね、そうですもう今月末からもう出荷が始まりますからね<ー>。はい やっぱりまあねいずれまた春が来てねそうですそうです、えーまあ、もちろん、うん、あんな経典外になるとこなんかってのは虫も,もうてい、ね、まあさすがにね不、えー、い害虫って言われてるね、うんうん、害虫はまあさほどやっぱり冬場というのはね<ー>、えー、だから越冬できなかったり卵で過ごしたりとか、うん まあ、ちょっと、地下とかね。うん。やっぱり暖かいところで、まあ、人前には出てこないっていうね。うん。まあ、どっかで温存されてるね。温存されてる。その温存されてるっていうかね、そのまあ、温存できなかったね。虫武士たちがね。やっぱりちょっとこういうご時世なんで、ええ。地下とかね、ああいうところで越冬すると。はあはあうん。やっぱり、まあちょっと温暖化、まあ、これだけ寒いんですけれどもね。はいはいい言うてもまあ、温暖化いうことで。うん。 あの先月、そのね、あの例の虫供養も無事済ませたというね、そうです今年もね、高齢毎年恒例の。はい、はい 使うも、カトレス線香をわーっと焚いて、それ、になっ線香代わりにみたいな、線香の煙でね、これ、うちょっと複雑ですああの確かに、殺虫剤工業会で行われてる行事でございますんでね、虫伝播ですね、まあまあ、まあまあ、カく供養になるんですけれども、カーいうてもいろんな殺虫剤がございますんでね。 まあ確かに供養するんですけれどもまあこれにめげずに大量発生してくださいみたいな裏腹やわこれはあんまり言うとね殺虫剤メーカーとしたらねまあほんまになくなっちゃったらねそうですよねおままん とても複雑なまあ複雑なところなんですけれどもまあそんなにまああの年間あのそれでなくなったみたいな顔雇用雇用もしているというね。メーカーとしたらね。はいきちんとねそれはね生き物なんで。はいさあ今日はですね二つ質問をいただいております。まずはお掃除に関するお悩みからですね。ラジオネームアナゴちゃんさんです。 窓のサッシ周りの掃除を頑張っています。一番の悩みは、サッシとガラスを固定しているゴムです。このゴムにこびりついている黒いカビがすっきりと取れないんです。こすると少しは取れますが、すっきりとはいかない状態です。良きアドバイスをお願いします。はい、はい、このパッキンのとこ、ね、パッキンですよね。うん、わ、ね、かるな。うそうそうそう。ええ、これは一度こびりついちゃうとねっていうのはね、なかなか。 えー、まあ多分これだけね、取れない取れないっていうことで、はい、まああの言われてるいうことまあ多分あの中世仙台等ではね、うんうん、なかなかすっきりと落ちないと。まあやっぱりそうなってくるとですね、やっぱりちょっと強力な宣伝になってくるんですけれども、はいはい、まあいつも言うようにあの、はい、次亜塩素酸ですよね。はいはい。ええー。これがまああの、ああいうまあ、 お風呂のね、カビ汚れにとかねいろいろあるんですけれども、うん、このゴムパッキン用のですね、うん、こういうジアの塩素系の仙台っ、うん、まあ仙台っていうかねこのチューブみたいなやつなんですよはいはい、はいえー、これはまあドラッグストアホームセンターどこでもお店さん量販店でもええー、沖のところやったら置いてると思いますんでチューブのそ、まあ、そうううでです、そうですやたらとこうね、うん こうスプレーみたいなねジア塩素さんのわ、うん、ーっと吹きつけちゃうとですね、うん、まあ他の部分やっぱりジアなんで、うん、変色したり、うんまあ、傷んだりとかね、うん、そういう懸念もございますんで、うん、これはやっぱりチューブ型のですね、うん、こういうまあ なんて言うんですかピンポイントでねはいこういうふうにカビを清掃できるゴムパッキン用というのをねお求めいただいたらと思うんですよはいこれもジアなんでね気をつけて頂いて使って頂かないと換気しながらじゃあお風呂のゴムパッキンでもこれは代用できますかそうですねチューブタイプのものでチューブタイプのものである程度まあゴムパッキン用という形でできておるジェルタイプのねえ 系のなんでただまあやっぱりジアなんでねあ他にやっぱりこうついちゃったりしてあのまあやっぱきついもんなんでね劣化とかそういうまあちょっと傷んでたりとかも古いねタイルとかまあちょっと傷んだりする場合ありますんでねそこら辺まあ気をつけながらチューブでその黒カビのところを集中的にはいねり込むっていうですかね。それで一度やってみていただいてですね。 それでも全くもう奥へ入っちゃってもうパッキン変えてくださいああそうですかはい入り込んでしまったらもう出てけえへんからねうんほんとまあ黒カビとかっていうのはねある程度ねある程度まだ落ちるんですけれどもねもうはっきり言いましてね浸透しきってしまったやつっていうのはなかなかね 取りにくいものがあって、あ<ー>まあこれもいつも言いながら、いつの間にかずっと掃除してなくてもねあ、綺麗や綺麗やなっていうね、うん、まあ新築の家なんかでも見とって、ええ、いつの間にか黒くスーッとね、掃除が入っとったり、気づいたらそうです。うん、でまた掃除してなあかんな。うん まあ一回やってみようかああまあ綺麗になったなああまた出てきたなああまた掃除したらええか徐々にそれがねこういう間空いていくんですよね掃除っていうのはね新築の頃はねまめにするんですけどそんなもんやわそんなもんですよなかなかねそういう定期的にね確実にね強制的なねっていうねそういう清掃っていうのを心がけてないとっていうね部分があってカビっていうのはしつこいもんなんでそうですねはい。 入り込む前にねそうですね、うん、まあ一応それでちょっと試していただけたらと思いますはい、はい、コムパッキン用の次亜塩素酸研のチューブ、ね、ジェルタイプのものを一度試してみてください,、はい、いお掃除って名前あの車でもそうやわ洗うんね、うん、最初の、うんうん、新車の中はよう隅々まで洗った、ね、裏まで洗ったまねま、ね、今どうよ いろいろ傷ついてきたらもうすぐやろうってもう帰れへんやんってなってきてもうずっとずっとやろうと終わりやもんね。ほんだらいつの間にかねよく見たらえらい汚いなみたいなねもう取れへんようになってしまうんですよね。 頑張りましょう、皆さん。まあ、逃げる体も一緒ですよね。体も。そうです。体っていうかね、この、いろいろね、内面の汚れもね。内面の汚れが、それ、とろの、おしっこが、深いですな。それまた、次回のテーマにしましょうか。内面汚れからね、今回。じや、じや、塩素酸飲むわけ。飲む、飲んではいきませんよ、皆さん。はい、使用上の注意をよく守ってください。はい。続いてはですね、虫に関するお悩みです。え、和歌山市のしげさんからですね。しげさん、しげるさん。 えアリのことの質問ですが「我が家では夏になるとアリ対策に市販の捕獲箱を使っています」「そのためにアリが警戒して入ってこないんじゃないかと心配しています」どうなんでしょうか 夏になるとアリでお悩みで、はい、え捕獲箱を使ってるんですが丸虫が死んでるってこの丸虫は何でしょう、うんうん、その丸虫が死んでるがためにそのアリが、はいうん、怖がって警戒して,って入ってけえのなっちゃうかというね。<laughs> うん捕獲箱の はい、まあ、そういうことがあるんかないんか。っていうとこですね。ですね。確かにわからない、これは。これはね、まず、まず一つ目ですね。この丸虫っていうのは。丸虫。まあ、和歌山でいう天満鈴。うん。天満鈴虫って何ですか。えっと、これ、ザンゴムシっていうね。ザンゴムシ。はい、はい、はい。はい。触ったら、キュッと丸。なはい、そうです。そうです。 のほんで、このダンゴムシがまあ死んでるっていうのはね、うん、これはね、ちょっとね、まあ、あのダンゴムシは基本的にですね、枯れ草の下とかね、ちょっと湿気のあるねあの鉢植えの下なんかって、うん。ありますね。 でやっぱり葉っぱとかね花とかそういうものをねほんで土壌改良にもね一役役に立ってるんですよねうん背負ってるっていうかあのまあ液中でもあるけどもやっぱりガーデニングとかねそこら辺のやっぱり葉を食べたりとかするんで土にはまあそうなんですよ土壌改良的なね役割ミミズみたいなね はい。まあで、まあ、あの普通に見ててもまあカらしいしね、うん、小さい重要点の開い載せて、ね、遊んだけどな。そうですね。基本的にはそういう毒性のあるもの種類っていうのは日本にはね、うんうん、まあほとんどいないんですけれども、この因果関係はアリとの因果関係っていうのはないですね。アリが警戒するとかダンゴムシがアリを狙うとかっていうのもないですね。でもなんかアリさんってこう、うん、虫の死骸などを はい。それはあります。ね。はい。じゃあ、むしろ寄ってきそうですよね。丸虫が亡くなってきそういう場合はありますよね。あの、他に好む餌が、えー、えー、そこじゃない場所にありますと、もうその振り向か、<ー>振り向きもせずに。なるほど、はい。えー、えー、このダンゴムシなんか死んでても無視しますけれども。はいはいはい。うん。ただまあ、ダンゴムシもあり っていうのを、ね、まあまあ多少はそのまあ葉っぱとか花なんですけれども脱色性のところもあるんですけれども、うん、アリを狙うっていういいいのはないです、ね、ないですか基本的にねそもそもこのダンゴムシの奥にあるアリの捕獲箱も警戒しているということはありますかアリが。そうですねそれは多少アリっていうのは敏感なんでちょっと。 ちょっとやっぱりこれものすごい敏感なね花、ね、のヤブライとかっていうの匂いがねちょっとね、はあうん、分かればっていうかね認識できればもう絶対に持って帰らないええでそれはも伝達能力あるんでね、うん、もうこれは持って帰れないものを言うたらもうずっと持って帰らないですよねあら、うん、だから難しいんですよ土壌とかね、うん、まあ食生活によってね、うん、いろいろありっていうのはね ほんまに土地土地によってね、ちょっとね、うん、習慣というか体質が。ええー。はい、すごい警戒して。ありますんでね。これは。検察知能力が。すごいですよ優れてるんですね。すいすはあ、い。は<ー>だから、うん。まあ、この捕獲器、あれの捕獲器、まあ、あの、えー、どういう捕獲器か捕獲器でしょうね。多分こう、この、 えー、こう、餌、中に入っとって、ほんで、まあ、それを、まあ、つまんで、持ち帰って、丸ごと退治みたいな、そういう、捕獲末<あ>持ち帰ってね、まあ、み,みたいなね、誘引剤みたいなね、まあ、そういうものかと思うんですけれども、うんうん うん、まあ、この近くにですね、捕獲器を、アリの捕獲器を備えつけられてる近くに、そういう、うん、まあ、ちょっとジメジメした、うん、うん、枯れ草の、うん、うん、そういうシチュエーションが、種がね、あればね、そこからダンゴムシがっていうね、うん、うん、あるんですけれども、そのダンゴムシもまあ、果たしてこのアリの餌にちょっと寄ってくるかち,ちょっとね、 なななかなか疑問なところで実はダンゴムシもそういった意味で害虫、まあ、でもあり液虫でもあるんでね、うん、そういうダンゴムシの、えーまあ、薬剤っていうのもあるんですよ。うんうん、売られてるんですけど殺虫剤っていうのも、えー、あまりやっぱり進んでないんですよね<ー>ここら辺も研究が。うんうん、だから、まあ、これはやっぱり周りの環境をやっぱりそういう枯れ草とか、うんえー、そういう湿気のある。 うんまあ、そういうところの近くに置いてあると、まあ、そこら辺も注意していただいてダンゴムシがやっぱりわ,わ,わくっていうかねうん、うん、やっぱりどこからともなくっていうね、えー、はい、うん、でまああるいは入らないんはそのダンゴムシが死んでるからっていう原因ではないと思いますない、うんまあるいは警戒心強いんでねうんうんちょっとまあたまたまみたいな,おそう、ね、な話かなうみたいなうんほんでまあね まあ去年から言われてるヒアリっていうね。えーはい、今かなり日本に入ってね。怖いですよね、うん。まあこのやっぱり攻撃もね、いろいろ言われるかと思うんですけれども、うん、どこかで,何でも発生した場合ね。うん、で、やはり今ちょっとね、あの皆さん、日本人がね、一番ね、ちょっとやりすぎてるっていうのは、日本のアリをね、えら、うん、い、もうヒアリやと勘違いしてね。うん、うん。やっぱアリのやっぱりさちょっとよく売れてるんですよ、去年からね。うん で日本のアリを殺してしまう大雷種を。うんうん、でこれ大雷種を殺したために、うん、このヒアリの生息が、はいえー、かなり反映してくるという場合もあるんですねそうなんですね、えー。やっぱりこの日本のアリも戦うんですよ、うん、外来種が来た場合。うんえー、はい だからそういうケースっていうのは昔もよくあったりしてアルゼンチンアリが湧いた時なんかでやっぱり、大来種をやっつけてしまうとそれに対してのやっぱりね敵対するアリがなくなってしまうのでそんなまあ一応抑止力になってんねや国産のアリがねだからやったら殺しすぎというねそれはありも困られてる人多いんでねみんなねアリに敏感になってるからねそのヒアリ想像がね。